はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、のひです。んじゃあ、今回はね、ペイデイ2、よくやってるステージ、動画にしてなかったので、ちょっと、はい、やっていきたいと思います。なんだっけな、ウォールクラッシャー。これはね、何をするのかというと、破壊しまくります。そう。はい。5万ドル分。総額5万ドル分を、ショッピングモールに入って、そこの中の品物から何から、とにかく破壊しまくって脱出するという、まあ、破壊神の目指すモードです。じゃあやってみようか。はい、で、まあ、お金稼ぎもかけて、兼ねて。僕は三段であるショットガンがあるので、なかなか破壊は容易にできます。まあね、ここはね、うまい動画した中で一番、なんかこう、かっこよく終わるかもしれない。多分、最もかっこよく終われる。そう。マップウォールクラッシャー、オーバーキール、まあ、それぐらいやってるということで、だいぶここはもうやり慣れてると。まあね、ここはね、もうね、まあプレイヤースキルというよりは慣れなんで、まあ、とりあえずね、バリバリ装備してて、いきなり入り口に警備員2人いるので、まあこれをかいくぐってとりあえず中に入ります。はい、まあバリテをね、とりあえず破壊しまくればそれでいいだけだから。はいはい、入ります、入ります。まあこういうね、豪華なショッピングモール。さあ、僕は配置につきましたよ。よし。よし、お仕事始めます。あれ、なんかちょっと変わった？チェーンソー。で、グレネードをここに、わっしょい。グレネードがまず足りてる分で、破壊しまくる。あれ、なんかちょっと前と変わってるぞ。やばいやばいやばい。で、なんか戦争が変わってる。やばい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 。なんか判定が少し変わってる。とりあえず破壊しまくる。大丈夫か。オッケー、終わった早っ。はい、上に上に配置。はい、あとはヘリコプターを待つだけの簡単な作業です。はい、そうです。あ、邪魔持ってきちゃった。入った。あとはヘリコプターを待つだけ。ほんとショットガンがあればね、バンバン破壊がね、容易なので。そう、それさっさんね、し放題まあね、このステージの前でね、ちょっといろいろね、試行錯誤してたんで、まあね、ちょっとステルスがね、ミッションだいぶアップデートとかで多くなってきたので、こういうね、ドンパチの気分転換も必要かと。僕はね、ラウドやりたいんですがね。本当ね、ラウドしたいです。ラウドあ、スナイパーさあ、ワンミニット。見えない見えない。あ、あれ民間人だった。あれ、間違って民間人殺しちゃうのはよくあることだやってはいけないことだ。あれ、もうね、このゲーム自体がね、悪いことばっかりなんだ悪いことすることを前提にやってるゲームだからね。良い子はやっちゃダメだよ、そういうことね。ね、悪い子しかやってはいけません。そう。いや、悪い子もやってはいけないですね。いけません。例えばね、ショッピングモール。まあ、あるでしょう。例えばね、こう、親御さん連れて、一緒に行くときに、あー、ショッピングモールだ僕もぶっ壊そうとか言ってね。その流れは 100% だ。良い子はね、良い子はちゃんと。さあ、アサルト終わっちゃった。あっさり。一応ね、オーバーキルで、まあ結構難易度高いんだけどね。予想以上に楽に終わっちゃうと。そう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 。さあ、ヘリはまだかな。ティーザー。ティーザーは知らない子。ティーザーかわいい。あ、ティーザーだ。で、僕は今日ね、このチェーンソーがあってね。チェーンソー？あ、終わった。はい、脱出します。よーし。よし、終わった。
あー、スタイリッシュ。素晴らしい、素晴らしい。いいね、いいね。さあ、これでね、一体ね、破壊しただけで、いくらもらえるのかと。わぁ、おいしい。47ドル。4700万近くね、もらえちゃうわけですよ。5000万ぐらいが大体。すごい。ねえ、はい、まあ、これがね、僕たちが、お金が欲しくなったりしたときに、まあ、サクッとやってる、まあ、モールクラッシャー。もしくは、ステルスをやったりしてると。そう。というわけで、まあ、今回は、破壊しまくってみました。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。